し、修行始めっぞ。Yep.
来たぞ。ほら、あそこ。ご飯だ。はあ、よかった。気を失ってるだけみたいだ。当たり前だ。お前とは出来が違う。そんなこと言うなよ。サイヤ人が頑丈すぎるんだからさ。あいつらしつけえな。そう、ヤツの注意は俺が引く。お前はご飯な。悟空ならご飯を連れて瞬間移動したぞ。ご飯が車に。あ、あれ、おう、どうかしたんか。顔が赤いぞ。気のせいだよ。いいけどよ。それよりまずは奴を片付けることを考えろ。クローンもやっつけたし、ブルマさんのところへ戻ろうぜ。ああ、そろそろご飯も目覚ましてるだろうしな。ソン、息子のことをもう少し心配できんのか。悪い、けどご飯はそんな弱くねえからさ。それに最近はおめえがご飯の修行してやってんじゃねえか。まあな、だがまだ本調子とは言えん。
ブルマさんから事情も聞きました。僕も一緒に戦います。おお、ご飯が一緒に戦ってくれるなら頼もしいぜ。父さんたちにリンクして一緒に戦ってくれてる方、あなたをこんなことに巻き込んでしまってすいません。これからは僕も戦います。力を貸してください。しても妙なことになったよな。自分の体でお前に戦ってもらうなんて。お前もこんなことに巻き込まれて大変だとは思うけど、頑張ろうな。なんせこれからお前が使うのは俺の体なんだから、死なない程度にほどほどで頼むぞ。このリンクってやつにはなかなか慣れないな。自分の中に他人がいるせいか居心地悪いっていうか、なんていうか。それにしても悟空やベジータだけじゃなく俺にまで声がかかるなんて。だが俺だって元武道家だ。きっとお前の役に立つさ。悟空たちがついているんだし、お互い肩の力を抜いていこうぜ。
やってみてくれ。君たちだ。コツをつかんだみてえだな。次行ってみっか。目覚めぞ。これでもこのくらいの方向は知ってやる。どうやらここがレッドリボン軍の基地のようだな。ん？気付けろ。誰か出てくっぞ。お前たち、やはり来てしまったのか。16号、本当に16号だ。ひょっとしてお前、昔の記憶があるんじゃないか？やっぱり俺たちのこと覚えてるんだな。それがどうした？どうしたって大事なことじゃないか。お前あの16号のままなんだろ。俺たちあの時一緒に戦った仲間じゃないか。なんでレッドリボン軍なんかに手を貸してるんだ？なあ16号。答える必要はない。待ってくれ。俺たちは、俺はお前と戦いたくないんだ。このおかしな波動とクローンたちを作るのをやめてくれれば。お前たちの意志は関係ない。来ないのならこちらから行くぞ。やった！
おめえやっぱオラたちを本気で倒す気なかったんだな。殺気を全く感じなかったし、バレバレだぞ。悟空の言う通りだ。16号が好きで戦っていたとは思えない。もし本心では軍に従いたくないなら、俺たちもう一度仲間になれる。すまないが、俺は軍を離れることはできない。奴を放っておいたら、いずれ。奴？ああ。今のレッドリボン軍を指揮している人造人間。21号だ。人造人間21号？俺は21号の指示に従って動いてきた。だが、21号の人格はどんどん凶暴になり、暴走を始めている。俺が軍から離れてしまっては。そうよね。軍から離れたら、あいつは二度と目覚めないものね。あなたはさっきの。21号。21号だって？こいつが？一体どういうことなんだ。この人が21号なら、なんでさっき18号をかばってくれたんだ。別にかばってないわ。あの時は戦うことを避けたかっただけ。まだ私の力は十分じゃないのに、あなたたちがセルと結託したら厄介だもの。それよりも16号？あなた、随分姑息な真似をしてくれるわね。何のことだ？とぼけたって無駄よ。あなたがシステムを起動したのでしょ？そして、こいつらの力を引き出すため、適合者をリンクさせただとしたら、あら、開き直るの？逆らうことが許されるとでも？私に逆らったらあいつがどうなるか。あ一応まだかばうつもりはあるのね。でもそれももう無駄よ。奴の真の姿ということか。あいつ人間じゃなかったんか。だから人造人間だって言ってただろ。短くない付き合いだったけれど、もう潮時みたいね。たとえ誰であろうよ、私を邪魔する奴は許さない。恨むならろくな生活調整もせずにあなたを作り直したあいつを恨むことね。16号、逃げろ！こんなもの食らったら。待ってろ、今助けてやる。待って、クリリン、下がってろ。今の中でもね、リキの力貸してくれ。ダメダメ。やったか。もう聞いていない。死ね。そんな、16号、せっかくまた会えたのに。
16号のために泣いてくれるの？でもそんなに悲しまなくても大丈夫よ。今から美味しく食べてあげ。ちっ、さっきの攻撃の影響ね。どうした？オラたちを倒すんじゃねんか？そうしたいのは山々だけど、今はその時じゃないみたいね。待て、なんで16号を破壊したんだ？仲間じゃなかったのか？私に逆らった当然の報いよ。あの子はやりすぎたの。多少の老いたは目をつぶっていてあげたのに。でももういいわ。これで私を邪魔する者はいなくなる。ようやく私は思う存分お菓子を食べられるようになる。チッ、クソガキみたいなこと言いやがって。とにかく準備が整うまで楽しみに待っていてちょうだい。ん？待て！逃がさねえぞ！悟空！行くぞクリリン！放っておいては損も中の奴も危険だ！加減に起きるわ。ようやく目覚めたか。おお、私のことを知っているのか。まあ、地球人で私のことを知らない奴もそうはいないか。そんなことより貴様は一体何者だ？七海の人間の精神がなぜ私の中に？え？詳しい話は後だ。今は奴と戦うことを考えろ。ひょっとして孫悟空にリンクしていた。そっか、さっきの衝撃でここまで飛ばされちゃったのね。まあいいわ、あなたがリンクしているなら少しは狩りを楽しめるかしら。
思った通り、あなたがリンクすると強くなる。あなたごと食べちゃった方が美味しそうだけど、それよりもっと美味しそうな孫悟空にリンクし直してもらうべき。やむをえん。一旦引くぞ。しまった。ああ、逃げられちゃった。けど、あの体力の消耗具合、多分そう長くリンクは持たないわね。セル、いくら逃げても無駄よ。あなたのことも美味しく食べてやるんだから。うめえ、どういうことだ。この間とは明らかにパワーが違う。この星のエネルギー源などたかが知れているという。クオンたち、ただの戦力ではなかったということか。いずれにせよ、早く回復を。心配をかけさせんやって。オラんとこ戻ってくるまでおめえ何してたんだ。ほんとか。おめえ21号と一人で戦ったんか。何。ではさっき一瞬だけ感じた妙な気は21号のものだったということか。ちょっと待て、戦ったってことは誰かとリンクしてたってことだろ。この辺りに誰か戦えるやつが眠ってるのか。しかしそれらしい気は感じられん。今は気を消しているか。いずれにせよ、今は21号を倒すことを最優先に考えるべきだろう。ああ、弱ったな。あいつまだパワーが十分じゃねえって言ってたけど、まだ強くなるんか。菓子なんか食ったって腹膨れねえし、力も出ねえだろうにな。やつの食の好みなど知らん。それよりどこまで強くなるかが問題だ。もうここで言い合っていても何も変わらないでしょ。あんたたちお得意の木とかでさっさと21号を探して倒しなさいよ。そうしたいところなんですけど、さっきから木探ってんだけどよ、全然見つかんねえんだ。おそらく21号はセルのようにコントロールして木を抑えているのだろう。まっ、すぐに見つかんねえもんは仕方ねえよな。まずはオラたちができることをすればいいさ。となるとまずはこっちの戦力を増やした方がいいな。ああ、まだ見つかっていない奴らを探し出すのが一番有効だろう。まったく、こんな時にベジータのやつどこ行っちゃったのよ。もういつもは偉そうなくせに肝心な時にいないんだから。まあまあブルマさん、そう言わないで、きっとすぐに見つかりますよ。お、そうだ、リンクにも慣れてきたしよ、今ならベジータの木も見つけられるかもしんねえぞ。早速試してみっか。この木は間違いねえ、ベジータだ。早速、ベジータのやつを助けに行くとする。